こんにちは。こんにちは。今日は冷凍のポテトを1キロ揚げたので4人で食べられるかどうかやってみたいと思います。イエーイ。それでは早速手を混ぜてください。はい、いただきます。いただきます。まずは何もつけずに。ちょっと熱いかもしれない。塩気もちょっと少ないかな。ちょっと味薄めにした。で、一応そう、味変にマナナセ君がつけてるのはコーンスープのね、粉こぼれてるよ、気をつけてね。で、真ん中のがケチャップ、あと黒っぽいのがチョコレートソースです。あんま最初からつけない方がいいんじゃないの。最初はシンプルに食べた方が、うん、飽きてきたら味変した方がいいんじゃない。確かに、それがいい。どれぐらい時間かかるかな。今ね、11時10分ですけど、時間もちょっとね、終わった時何分くらいかって言ってみようかな。長っ長っ。全部、あ、みんな飲み物じゃん。全部食べられると思いますか。うん、おいしい。母も食べられると思います。はい。だって未来がいるから。なるほど。なんで未来がいるか。未来がいっぱい食べるから。あ、確かに。俺もいっぱい食べるから。ゆりちゃんはポテトの。ただね、未来は芋は好きだけど、これは脂っこいからね、どうかな。確かに。まあ、まだ全然余裕。うん。でもお腹痛くなったり気持ち悪くなる前にはやめてね。ストップしてね。ポテトとチョコがいい。チョコつけて。ヘビ食べちゃった。どうなんでしたね、ヘビ。だ、普通ポテトじゃない、それ。普通じゃなくて、あいつなかった。あれ、少ないの。せっかく作ったのに。ヘビ、美味しくなかった。ヘビは美味しくないけど、ポテトは美味しいんでね。じゃあ、それポテトでね。塩かゆい。ということで、全部食べ終わりました。どうでしたか。美味しかったです。楽しかったです。お腹いっぱいとか、まだまだ美味しかったけど、うん、きつかった。結構きつかった、うん、味変があったけど、もうちょい味変があったら、もっと食べた。例えばどんな。例えばかぼちゃの。え、これは美味しいか。これは美味しい。え、ミラ、お腹は全然大丈夫。お腹は全然大丈夫。ちょっと味に合わせてくれ。はい、じゃあごちそうさまでした。はい、あとでこれコーヒー。ママ、ママに買ってもらってたから、手合わせてください。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。バイバイ。